株式会社のりたけコーテッドアブレーシブは愛知県三好市に本社を置く研磨不死などのメーカー。社名のアブレーシブは研磨剤という意味である。のりたけカンパニーリミテドの子会社であり、同社の工業機材部門を担当している。1962年12月に米国カーボランナム社と検索都市について技術提携したのを機に、1963年2月から 日本陶器はカーボランダム製の研磨不死の輸入販売をはじめ、研磨不死の市場に参入した。これに際してカーボランダム、同じく検索剤メーカーの昭和電工と共同で新会社を設立する主意書が調印された。この中でカーボランダムは製造技術を提供し、昭和電工は研磨剤などを供給。 日本陶器が実際の製造及び販売をそれぞれ担当することが決まった。こうして日本陶器の全額出資により1963年4月1日に日本コーテッドアブレーシブ株式会社が設立された。1964年12月に日本コーテッドアブレーシブはカーボランダムと研磨不死の製造に関する技術提携を結び、1965年6月に 本社工場を現在の愛知県三吉市に本社工場を建設した。提携に基づいて派遣された技師から製造技術の指導を受け、1965年10月から製造が始まった。この年、資本金を5億4000万円に増資すると、1966年2月にはカーボランダムが、さらに翌1967年には昭和電工が資本参加した。 こうして、日本コーテッドアブレイシブは、合弁企業となり、製造した、研磨不死は、日本陶器が販売する体制となった。研磨不死メーカーとしては、後発であったが、製造の全工程である布処理を内製化するなどして、品質、コスト面で競争力を高めて、ステンレス研磨などの分野で業績を徐々に伸ばし、1968年に、初めて黒字に転じた。 1971年には東京、名古屋、大阪に出張所を設けて直販を開始し、また1972年には粘着テープの販売も始めた。さらに業績を拡大するため1973年に石川県白隠郡四賀町に能登工場を建設し、1974年1月から稼働して本社工場との分担体制が整った。 1976年には、能登工場の増築、1991年に再増築が行われている。一方、商品開発では研磨不死製造の過程で生じる、余分な土剤を用いて1977年4月に滑り止めシートを開発し、鉄道の駅構内などで用いられた。ゴルフクラブのシャフト研磨用工具、金属一般加工用の汎用品の開発なども、 行っているまた、ケンマフシュベルトで仕上げた、プリント基板などの表面を調整するホイール型、付戦不工業1983年に商品化するなど、会社の商品開発力は年々向上していった。その後、1983年に、カーボランダム社の持つ株式を、ノリタケカンパニーリミテドと昭和電工が買い取り、さらに1998年に、 昭和電工の株式も買い取って、乗り竹カンパニー入りみてどの100%子会社に戻った。2001年には、現在の株式会社乗り竹コーテッドアブレイシブに、社名を変更し、乗り竹グループの一員であることをより明確にした。また、アセアン地域内で活動している、日系企業からの進出要請を受け、2002年6月には、大の販売代理店、B&B アソリメックと、 合弁で、ラヨーン県に合弁会社のサイアムコーテッドアブレーシブを設立している。ありがとうございます。